シュタインズゲート第3話、並列過程のパラノイア見ていきたいと思います。もう今のところ何にも意味が分かってない。並列過程も何か分かんないし。前回はね、その、なんでってなってるからさ。オカリンもなんでってなってる。俺もなんでってなってる。で、新キャラもいっぱい出てきたしね。誰が何のどれなのかもう分かんない。じゃあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。なんか、あーでもね、やっぱね、ジョン・タイターの情報が一切なくなってるっていうのも、あれが一番引っかかるんだよな。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。そう、なんでいいの、ダル。ビーチラッ。ここは日本だ。怖いじゃん、だってそう。いやだって、ヘランペないから。マシャラーつってなんだ。いや、まあまあ、いや違う、刺されたんだ。いや、それはゲルバナっていうやつで、電子レンジに入れたらなんかわかんないけど戻ってて、でもね、なんかね、このなんていうだっけ、あの前回のジョン・タイターの説明のシーンで世界線がどうのこうのっていうのがあったじゃん。なんかこういっぱいこうあるんじゃなくって、なんか一個がなんかアクションがあった時にそこで初めて分岐するみたいな、合ってんのか、俺これが合ってるかの自信もねえんで。で、電子レンジはあれなんだろう、なんだったっけ、もともとなんかの発明のあれだったじゃん。それをやろうと思ったら元の場所に戻ってるんだよ。なんだけど研究したら細胞がズタズタになってるからゲルバナって言うんだよ。ハーキートゥーチキー。なんかすげえよなこれ、ほんと。俺だってシュタゲ今初めて見てるけど、この曲だけは知ってんだもん。あんな字を置いてけぼりだけどな。でも、あれなんだろう、多分世界線がどうのとか、タイムリープなのか、そのタイム並列過程のパラノイア。本編開始。おお、食うなよ。変態のバナナ。巻き寿司。こら。こら、だる。
最低だよ。褒めてない。変態天才少女よ。ごめんなさい。ありがとうございます。今はって何ですか。電話レンジカッコ借りって言っちゃったな。言ってないよ。ほう。あら。へい。最低だ。ちっちゃいよ。そこにしびれる、憧れる。ジョジョネタや。クリスティーナ。ザ・ゾンビ。ホーイン変態巨魔。天才変態少女。黙れ変態。優しい。クリスティーナ。眩しい。え、あれがこれなの？いやいや違う。そう。残ってないな。ジョシュ。クリスティーナは変態。オカリンは変態。Thank you.
ごいじゃん。あれ？過去に行ってんな。28だろ。あ、29か。次の人。先行の視圧紙シャイニングフィンガーって出て行ったんだ。LH。わかんねえ。ジョン・タイター。素粒子物理学。素粒子構造学。これが LHC ね。携帯禁止って書いてあるじゃん。エルセコンクルーフ。スーパーハーカー。は、無理や。無理だろ。お金払ってない。
書いてあるもんだって。なんで知ってんの？せや。あ、聞こえてんだ。聞こえてんだ。なんで死亡通知なんだ。なんで死亡通知なんだ。知ってんのか。ジョン・タイター知ってんの。探さないといけないじゃん。そう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 、これ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 。移動か。ちょっと勘違いしてたな俺。なるほど。多い今日。今日ま来たね。他の世界線。ちょっとジョン・タイターと会うんじゃない今後。さあ本物か。危ないぞ、気をつけろよ。おお、転換だ。秋葉って感じ。てってるマユシーは優しいね。暑いよ。暑いはず。ライネットソーセージ。メラバーニイラついてんな。
早っ。できた。そういえばマユシがあのお墓の前で立ってるシーンもあったな。何だったんだろう。ダル君エッチだね。ジャックもいいよ。いいですか。第137Z クロクラ。いいじゃん、ブラックホールあんじゃん。え、死んだ？死んだ？終わった。はいや、え、え、終わった。はや、俺さっき見始めたんだけど、あ、これは多分あれなんだよな。いや、面白いもあると思うんだけど、理解できてないっていうのもあるんじゃないかな。つまんないやつくっそ長く感じるんだけどさ、おもろいやつは一瞬だし、わけわかんねえやつも一瞬で終わるから、多分その両方が合体してるんだよ。わけわかんねえけど面白いんだろうな今。でもなんかあの意味深にマユシが見てたりするんだよな。で、あと、あれだ。なんか、こう、ブラックホールできてないって言ってんのに、ブラックホールできてることになってるしな。あとなんかあったか。いや、多分なんかあるはずだ。なんかあるけど、やばいな、もう。でもこれ連続して見とかないとやっぱダメだな。すげえな、これ。終わっちゃった。どうなってんだ。もう終わったんだけど、一瞬過ぎ、早っ。でももう一回世界線があったな。いない世界へと構築されて、で周りの人たちはその記憶を失うっていうか再構築するっつってたんだ。じゃあ第1話のあれもうそういうことなんじゃないか。そしたらなんで京馬だけ、違う、京馬がその対象になったっていうことなのかな。そしたらあのマユシだけ登場してきたのって何だったんだって思うんだけど、考えても仕方ねえから、もう見進めるしかねえんだよな。今のところマジでずっと意味不明なんだよ。可愛かったけど、変態、変態天才少女。ほいきょーん。むずいな。どういうテンションで見ればいいのかもよく分かんなくなってきたぞ俺は。でもなんだっけ、なんだっけ、電話レンジかっこ仮がタイムマシン、それだったらゲルバナの説明もつくよな。元に戻ってんだろ。で、今どこ行った？
クリスティーナはどこに行った？クリスティーナがどっか行ってしまったぞ。でもメールは送られてたんだよな。でメールは送られてたし、5日前っていう風になってるから、やっぱ合ってるんだよな。そしたらタイムマシンだよな。過去っていうことになってんだもん。不思議だ。何が起きるんだこれから。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、これをお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、シュタインズゲート第3話、並列家庭のパラノイアでした。ありがとうございました。ならへん。